はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスーでございます。白血病、闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうためにですね、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのヤッスーのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということでね、今日はね、池江璃花子さんが在籍する大学の水泳部のね、大会で、スタンドで応援している姿がね、ニュースでやってましたね。嬉しい。僕はすごい嬉しいです。見ました？ニュース、朝のニュース。ね、元気な笑顔でしたよね。まあ、顎というか、この首元にね、マスクがこうあったので、その映像にはあったのでね、まあ、やはりそれなりに予防策はしっかりされてるのだと思いましたね。で、まあ、そんな中ね、こう、頑張れーとかね、行けーとかやってたんで、あ、元気やん、めっちゃ。すごい回復してると思うんですけども、まあ、でもやっぱ抗がん剤治療をしてるので、まだまだね、免疫力というのは、池江さんの周りの大学生、いわばね、大人の免疫力、大人の体の免疫力よりも低い位置にあるので、まだまだそう予防策はね、しといてほしいとは思っております。でもこのニュースの記事ではね、こんなことをおっしゃってましたね。今年は出られなくて本当に悔しかったので、必ずまたリベンジしますと。ね、コメントしはったんで、まあ、復活してくれることは間違いないでしょう。やっぱ勇気をね、もらえますよね。アスリートは一般人に勇気と希望を与えてくれるので、本当にすごいと思います。まあ、池江さんの他にもね、白血病を克服されたアスリートはたくさんおられますね。まあ、例えば、サッカーのアルビレックス、新潟のね、早川文也さんもそうですし、まあ、メジャーリーガーのね、まあ、インディアンスのカルロス投手ですかね、奪三振1個につき200ドル、まあ、2万円ぐらいを、このがん研究機関に寄付するということをね、ツイッターで発表しましたしね。まあ、やはりこれは、克服されたことはね、やっぱりこの、周りに助けてもらったというおかげの感謝の気持ちの表れだと思うんですよね。まあ、僕はアスリートさんたちのように高額な寄付はまだ要しませんけども、まあ、今できることといえばやっぱりそのね、いつもさせてもらってる献血骨髄バンクへの呼びかけです。まあ、僕はね、献血骨髄バンクで世界を変えたいです。本当に変えます。この呼びかけで世界を変えますんで、僕はね、もう皆さんの中でもね、まあ、多少タバコ吸ってようが、お酒飲んでようが、不節制な生活をしてても構いません。まあ、過去に大きな病気をされた方は、病院から止められてるかもしれませんけども、まあ、一度でもね、献血へ行ってもらえれば、その血液を提供することができますので、そして誰かの命が助かります。ぜひ、ご協力よろしくお願いします。まあね、そんな感じですね。まあ、このように感じるようになったのも、このようにお伝えできるのも、皆様にご協力してもらっているおかげで、生かせてもらっているからだと思ってます。もう一度与えられた命に感謝します。ありがとうございます。皆様のおかげでですね、患者さんらを助けてもらってます。そしてこれからも困っている患者さんらを助けてあげてください。では、何をしていただきたいかと言いますと、それは献血骨髄バンクにご協力してもらうことです。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、ご協力よろしくお願いします。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思われましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。